はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、タコちゃんです。ということで本日はね、スラクラタイムやってきたんで、ゆるっと書とか解説しながらねやっていきたいと思います。最初ラグいな。ということで最初の書とかはね、トランポリンちゃんとダイブじゃないわ、ジャンプ入力して大ジャンプしていくと、弾をしっかり避けながら、ここの風ですね、風自分の場合は近づいてきたらジャンプして外に入力してから内に入れる感じ。結構むずいんですけど、ここの崖ジャンはね、ジャンプして壁にくっついて一呼吸置いてからジャンプするとやりやすいかな。でしっかりと、ハンマージュがやってプニモーションとかやっていくと完璧っすね。はい、2ラウンド目。スラクラタイムなんで、スラクラっすね。で、しっかり大ジャンプしていくと。ここの、なんだ、段差の書とかもね、意外と重要。まあ、ファイナル、スラクラファイナルじゃないんで、あんまりそこ詰めるところ必要ないんですけど、まあ、ここのベルトコンビは一定のタイミングでジャンプしていくと。掛けジャンがね、よくミスるんですよ、こんな感じで。自分結構ね、この崖じゃん苦手で。で、今回はフリッパーあるんで、フリッパーショットが使っていくか。まさかね、一発で決まるとは思わなかったけど、ミスっていくと。で、この二つ目のフリッパーの位置ですね、やるとしたら。で、ここでしっかり決めて、このショットがでかいっすね。あ、ファイナルでやる自信ないですけど、まだここは詰めなきゃいけないですね、自分も。ファイナルは、ジャンショか。なえたわ。最近、イカの帽子つけてくれる人、めっちゃ多くて、嬉しいな。しかも、掴んできた。ちょっと尿意が、やばい。燃やしてきた。バージャンで、やめよう。うわぁ、うわぁ、うわぁ。気持ち悪。戻ってきました。ということで、改めてやっていきます。なんかさ、結構スラクラって自分初期位置がねめっちゃいいんですけど、先頭で勝つ左寄りなんですけど、なんだろうね、なんかスイッチデーとか PS デーだと位置悪かったり、なんだろうね、回線説かスペック説か、あとなんだっけな、なんかいろいろあったんですけど、まあとにかくやっていこう。崖じゃん、できるかな。あ、できたわ、ナイス。じゃあここのハンマー軸むずいけど、決めていくと。結構ね、あそこのハンマー軸はね、助走つけないと距離あるからね、難しいんですよね。ここで1位、ナイス。はい、2ラウンド目ですね。お、ケンタロックさんいますね。対戦よろしくお願いします。最初しっかり止まったけど、使われると。まあ、使われるよね。ぶっちぎり戦闘で走ってたら。まあ、粘着とかもね、結構あるんですよね、スラクラ。まあ、ここの、結構助走つければ、高い位置でもね、ここの箱のところ、ちょっとができるんですよね。しっかり一定のタイミングで、ベルトコンベア、ジャンプしていって、崖じゃんね。いや、ようミスるんよな。なんかここ、弾かれるんよね。すぐね、ジャンプした後、壁ですぐジャンプすると弾かれる。しかも潰されたし。いや、ダメだわ。いや、普通に行こう。ケンタロックさんがいると。いや、ここが安定よ、ファイナルは。まあ、得意な人は結構得意だけど、ハンマー軸の方が圧倒的に楽。そしてハンマーがあるんで使っていこう。オッケー、危なかったけど。ファイナルはロストテンプルですね。よし、結構ね、好きなファイナルなんで、頑張ろう。最近ね、なんか最後の部屋、真ん中が開くようになったんで、まだね、自分真ん中開けたことないけど、で、最初左と。ここが、沼ってるな。で、内側行ってこう。で、最短を探るけど開かないと。
で、そこを叩いて、いや、そこも開かないか。回収か。外周めっちゃ嫌いなんだけど、こうなると相手外周を触らず内に入っていくと、で多分そこ開かない。でまっすぐ行って、で真ん中開くんかな。ちょっと触ろう。開かないと。じゃあ確定かな。ここやね。 OK でしっかりギミックかわして、でクラウン見てからジャンプダイブ。ナイスクラウンと。 OK ラストもう一戦やっていきます。ということで途中からなんですけど。いやー、沼ってるね。いや、ここまで沼ったら、丸太を使おう。当たるときにジャンプして弾かれて、登る、運ゲーみたいな丸太の仕事があるけど、自分はしっかり踏んでジャンプタイムと。まあこれ、最速してるときは使えないですけど、沼ったときは意外と便利。もうガキじゃん。やめようかなと思ったけど、成功していくと。で、沼っていくと。お互いね、クルー君と沼ってるわ。成功して。いやー、掴みに来か。自爆してるやんけ。まあまあ、しっかり風、奥から手前に来るタイミングでいくと。オッケーオッケー。さあ、2ラウンド目ですね。やっていきましょう。さあ、いやー、掴まれる。そして、めちゃめちゃ掴まれるやん。やば。まあ、これ、日本サバでやってるんですけど、日本サバ、いや、掴まれる。大体、ノラでやるとこんな感じなんですよ。これ、もう、ほんと日本サバの洗礼ですわ。まあね。まあ、いいじゃないですか。裏でやるぐらい日本サバで快適にやらせてくれ。大体、でもこうなるよな。で、出待ちして掴んでくると。あ、だからね、遅れていきたくないんですよ。あのレースコースはね。もういつも逃げる感じでやってます、日本サバでね。昔はこんなことなかったんだけど。いやー、沼ってる。出待ちされるかも。まあいいや、普通に行こう。いや、出待ちしてるね、完璧に。しかも自分だけやん。自分が通り過ぎたら、門番 やらなくなるっていうね。やばいわ。いや、今回は特にひどい。まあでも、こっからね、しっかりゴールしていきますよ。いや、沼ってる。なんかすごい初等科みたいな回避になったけど。いや、でも面白いね。いや、ファイナル。絶対勝つよ。さあ、ファイナル。またもロストテンプル。またしても知らないロストテンプル。やっていきましょう。さあ、今回は何だ ?8 人ぐらい。いやー、新12期か。新12期やられたぞ。ファイナルはね、やっちゃいけない、これは。こっから勝つよ。いや、外周か。さあ、外周を行って、フリッパーしっかり気をつけて。フリッパー最近、事故るよな。いやー、沼っていくと。出打ち入って。いやー、フリッパー怖いわ。そこ開かない?じゃあそっちか。いや、そっちも開かない。これは、外周やな。もう外周多すぎない?最近。辛いわ。もう外周一直線であってほしい。こういう時に限って、開かないと。いやー、じゃあそこも開かないか。これは、迂回ルートパターンか。いや、真ん中か。開かないか。いや、これは、盛大に沼ってる。いやー、落ち着いて。落ち着け。しっかり発想使って。いやー、これ。そうやな、クルー君の。いや、これは、そこやな。で、これ直線でしょ。ハンマーしっかり避けて。いや、これは直線やろ。オッケーオッケー。ハス使って。やばい、沼ってる。これは、ジャムダイブして。オッケー。ということで、ロステン2連勝。できましたね。で、勝利エモートね、このアマンガースの、かわいいな、これ。クラウンつかめない感じが。ユニコーンくんかわいそう。ということでね、スラクラタイム、皆さん、楽しんでやっていきましょう。初とかね、マスターすればね、めちゃめちゃファイナル行きやすいんで、皆さん頑張ってやってください。ということで、ありがとうございました。バイバイ。